こんにちは、ウィルです。今回はデッキの一番上にあるカードを落とした瞬間に変化させるカラーチェンジを紹介したいと思います。このカラーチェンジは単純に色を変えるというだけではなくて、その中でダブルカードの扱いを覚えたり、他にもカードをスチールしてパームするなど他の技法も一緒に含まれています。さらにこのカラーチェンジは他のカラーチェンジとも相性がいいので、そういった意味でも結構いろんなものが含まれていて、結構お得なカラーチェンジになっているかなと思います。それでは解説どうぞ。はい、それでは解説です。まずは全体的な動きが分かるようにもう一度紹介をやってみたいと思います。まずダブルカードをこのような感じのポジションに持ってきたら、中指を当てておきながら下のカードをスライドします。そしてそこのスライドしたカードのコーナーをパームポイントで押さえて、デックを落とす流れでこのトップのカードをこんな感じに落とします。これでチェンジしたように見せます。ではまずカラーチェンジの前にダブルカードをこのコーナーあたりに持ってきて、そして手のポジションをここに変えます。今のアクションは2アクション、めくってからそしてポジションを変える、この2アクションで行われていますが、理想としては1アクションでスムーズに行えた方がいいです。今回は事前のような1アクションで持ってくる方法を説明していこうと思います。ではまずはダブルカードをスチュアードゴールドの形で持ったら、このダブルカードを持ち上げて立てます。立てた時はだいたい90度から120度ぐらいの傾斜をつけて、このようにして持ちます。そしたら次にここの親指、そして反対側の人差し指、ここでダブルカードを保持します。で、保持はしますが、このフラットなところで完全に親指をペタッとこうくっつけるわけではなくて、爪の部分でこんな感じに側面の部分を当てながら持ちます。反対側から見るとこんな感じに、ほとんど接地してないのがわかると思います。このように爪の本当に一部だけ、先端の部分とか側面の部分だけで保持することで、カードの回転というのがコマみたいに簡単にやりやすくなります。今のある程度の勢いをつけながらこのようにして回転させます。そしたら次にここの回転させた後にすぐにもう移行しましたが、このダブルカードを中指とこの手のひらでホールドします。こんな感じにして他の指が今もう自由に動ける状態になっていますが、この状態を作ります。そうすると他の指が自由に使えるのが分かると思いますが、ここから人差し指と親指でこのコーナーを持ちます。そしたら次にこのダブルカードのこちら側のコーナーあたりに人差し指をかけます。こんな感じにかけてあげて、ここから一気に180度ターンを行います。こういう感じにキングが表を向くようにターンを行います。では今の動きをもう一度シングルカードで行うと、まずこういう感じに持ち上げて、そして回転をかけて中指で押さえて、このコーナーを小指と親指で押さえて、人差し指をコーナーにかけて回転をかけながら手首を内側にひねります。これを同時に行ってこんな感じに持ってきます。ではここからがカラーチェンジの一番難しいところになってきますが、このような状態に持ってきたら、このダブルカードの下のところに中指を当てます。上では人差し指で押さえます。で、この端に押さえると親指を動かしてもダブルカードが動かないのが分かると思います。この状態に持ってきたら、親指を少しだけこっちの方、中心の方にこのようにして移動させます。その状態からダブルカードをこのような矢印の方向に動かします。この状態ダブルカードをコーナーに向かって動かすと、こんな感じにしてカードが出てくるのが分かると思います。今のでカードが斜めに出てこないという方は、考えられる原因が3つあります。まず1つ目の原因が親指です。カードは特性上こんな感じにしてコーナーを中心軸としてこうして回転していきます。なのでここにもし親指が強くこんな感じにガッてついていると、ここで詰まってしまって動けなくなってしまいます。なのでカードが出てくるときはここにはつけておきますが、緩めて本当に軽くつけるような感じで、そしてこの下を移動するような感じで、こういう風にしてカードが動くのを邪魔しないようにポジションを調節してみてください。2つ目の原因は初歩的なミスではありますが、こちらの小指が考えられます。小指の部分はカードが回転するコマの中心みたいに中心軸の役割を果たすので、ここの軸がブレているとカードがうまくこうして中心軸で回転しなくなります。なので必ずこちらの小指の部分がうまくついているかというのを確認してみてください。そして考えられる3つ目の原因が中指です。この中指は下のカードにダイレクトに接しているので、ここがしっかり接地できていないとカードをこういうふうに移動させることができなくなってしまうので、もしこれが乾燥をすごくしていてカードをこういうふうにして押し出せないという場合は、ある程度この中指にちょっと軽く息をかけて湿らせてから動かすと、かなり動かしやすくなると思います。カードをこのようにして斜めに出すことができた後は、もうこの小指の部分はもうパームポイントに当たっているので、あとは親指のパームポイント、こちら側のベースにカードのコーナーを当てに行きます。この状態から少し中指を使ってこのように位置を調節しながら
いい感じのパームポイントに当たったなというふうに感覚で分かったら、その後にこのようにしてデックと手を同時に引いて、あとはこのようにパーム仕切ります。カードがあまり抜き切れてない段階でパームを行おうとするとこのように音が鳴ってしまうので注意してください。カードをパームできた後は、あとはもうシンプルですね。上にこうしてかぶせて、デックのアングルは少し変えて、グリップも自分で調節して、そしてベストポジションでこういう感じにデックと同時に落とします。手汗でどうしてもパームのカードがふにゃふにゃになってしまうという方は、一旦手を洗ってから、しっかり拭いた後にやるとサラッとして、このカードも落としやすくなると思います。はい、いかがだったでしょうか。以前紹介したデックを落とした瞬間に表向きでカードが上がってくるアンビシャスだったと思いますが、あれと組み合わせるとこの方向が似てるんで、結構コンビネーションとして相性がいいかなと思います。ぜひ練習してみてください。それでは。